大島県一から1947年3月24日は、日本の陸軍軍人、政治家。最終階級は、陸軍中将。陸軍大臣、貴族院直選議員、大東文化学院総長などを歴任した。陸軍中将、中ドイツ大使の大島博士は、長男、日本大学農獣医学部教授を務めた、三國昭一は孫。第一次世界大戦で、 ドイツ帝国が敗戦した際、大島は第二次大熊内閣から留任した陸軍大臣として、バンドーリ慮収容所、松山フリ慮収容所などを開設し、チンタオ公衆案咀嚼地のドイツ兵を収容した。バンドー不慮収容所では、ルートビヒバンベートーベンの公共曲第9番が、フリ慮のパウル・エンゲルやヘルマン・ハンゼンらにより、日本で初めて全曲演奏された。 ただし1918年1月8日から検討が開始されたパリ講和会議とベルサイユ条約締結手続きの中で日本政府は公衆案改定ケーブル所有権を含めドイツ帝国の三島権益の無条件上等を主張して三島問題に直面し中国及びアメリカが衆国からの非難を浴びた内閣はシベリア出兵不随の米騒動や 河内事故などの影響で9月29日に内閣総辞職し、大島は予備役編入となった。ありがとうございます。